皆さんおはようございます。あうきです。さて皆さん、最近お元気でお過ごしでしょうか？今日は美空ひばりさんの愛燦燦を演奏いたします。そしてこの曲は、もう皆さん、絶対知ってるし、私ごときが説明する曲でもないとは思うんですが、ちょっとだけ調べてみたことをここでご案内して演奏に移りたいと思います。この曲はもともと味の素の CM で使うにあたって、ホリプロのプロデューサーだった方が、まだ若手だったプロデューサーの方が小倉圭さんに作詞作曲を依頼したそうです。でこの曲を誰に歌わせようってなった時に、もう当時もう歌謡界の大御所と言われてた美空ひばりに無理やりもう本当にダメ元でオファーをしたらOK が出て、美空ひばりさんが歌うことになったんですが、最初はこうクレジット隠してたみたいなんですけど、まあバレますよねでその後 CM も名前入りで出すようになったということです。でこの曲、最初小倉圭さんが作った曲は、雰囲気もっと包容力がある作品がいいっていうことで作り直して、この愛燦燦が生まれたということで、家族愛をテーマに歌っているそうです。で今回弾くにあたって歌詞を読み直してみたんですけど、すごく綺麗な日本語で、この日本語に合わせて私もちょっと演奏を変えてみようかなと思いながら演奏してみたので、よかったらそんなことも気にしながら聴いていただけたらと思います。歌詞も入れているのでどうぞ歌ってください。ではでは演奏に移ります。